皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋拓子です。本日のテーマは教室のレッスン、新しい講座を作るときにアイディアをどうやって生み出すのか、3つのヒントについてお伝えしていきたいと思います。教室の講座をリニューアルするときっていうのはタイミングいろいろあると思うんですけれども、例えば季節の変わり目とかですね、1月とか4月とか、そういうシーズナリティのところがまあ一つ目ですね。あとは自分が、二つ目、自分がやりたいことが変わってきた時、例えば、ずっと同じ講座をやってると飽きるじゃないですか。で、私も、ずっと同じ講座、6年間リニューアル、プチリニューアルしながらずっとやってた講座もパン教室の時に持ってましたけど、お客様にとってはね、初めての講座なので、もちろん初めてなフレッシュな気持ちで頑張るようにはするんですけど、人間って基本飽きる動物ですから、実際は飽きてます。飽きてるけど飽きないように見せつつっていうのと、あとやっぱりプチリニューアルはし続けてっていうので、ロングランの講座はやっていたりとかはしてるので、自分が飽きる時とかっていうのも講座リニューアルのするポイントと、やりたいことが変わってきた時ですね、これもリニューアルしなきゃいけない時になります。あと3つ目は単純に売り上げが落ちている時とかですね、変えないと売上回復ができないような時とかもありますから、タイミング的にはそういうタイミングで講座をリニューアルするっていうのはあると思うんですよね。ただじゃあどうやってリニューアルするのって、どういう方向で自分は頑張っていったらいいの、何か新しいヒントはないのかっていうことを考える時に、3つぐらい、私が皆さんにご提案できるというか、お伝えできることがあるかなと思いまして、今日はそんなテーマでお話をしていきたいというふうに思ってます。はい、それではですね、本題に入りたいと思います。アイデアですね、アイデアが思い浮かばない、どうしていいかわからないっていう人のために3つのヒント今日はお伝えしていきたいと思います。まず1つ目が、少しずらすっていうキーワードですね。2つ目が掛け合わせで、3つ目が、楽になるっていう、このあたりを着眼点にして新しいアイデアを生み出す考え方を伝えていきたいと思います。はい、ではね、まず1つ目いきましょう。少しずらすっていうね、はい、この少しずらすは何をずらすんだっていう話なんですけれども、いろんなケースが考えられるんですね。で、例えば、すでに講座があったとして、それをもとにリニューアルする場合と、全くゼロから作る場合と、2つあると思うんですけれども、多分難易度が高いのが全くゼロからっていう場合ですね。それを1回全部やめちゃって作り直す時っていうのがの方が、難易度が高いと思うんですけど、どちらにも共通しているのが少しずらすっていうこの考え方なんですよね。で、少しずらすっていうのはなんで少しなのかっていう話なんですけども、例えばですね、そうですね、ものすごくヒットする商品とかって、その前が全く売れてない時に爆発的に売れるような時ってあるんですよ。で、そういう時っていうのは何を着眼点にしてるかっていうと、単純に、その効果効能を違う人、違うお客様にとってものすごく魅力的になるように商品の魅力の訴え方を変えるとか、そういうことでそんな話になる時があるんですね。で、基本性能がいい場合にそういうケースも起こりうるんですけれども、その少しずらすっていうのは商品そのものが劇的に変わらなくても、例えばそのレシピそのものとか内容とか特徴そのものが変わらなかったとしても、自分から見た目がですよ、必要とする人が変われば、見せ方とか訴え方とか、その人にとってのメリットの訴求の仕方とかが変わってくるので、ある程度いい感じの商品ができている場合には相手を変える
とか少しずらすっていうことはそういうことなんですけども、それによって売れるようになることっていうのはすごくよくある話なんですよね。だから例えば男性から女性に変えるっていう、これ人を変えるってことになりますよね。そうですね、 S って今男性も行くのも割とそう不思議ではなくなったと思うんですけど、確か TBC だったかな、一番最初メンズエステっていうのをやったのが多分 TBC だったと思うんですけれども、やっぱりそういう声があるから作っている、リサーチで分かったから作っているっていうことなんでしょうけど、女性だけじゃなくて男性も美意識を持った方、脱毛とかもしたりしますし、あとお肌とかの手入れもねしてるらしいんですけども、あと爪とかもね、なんか綺麗にしている、ネイルを塗るってわけじゃなくて単純に爪の見た目が汚い手にならないようにっていうことで、美意識が高いセールスマンとか外交系の方ですねの方がそういうのやってるっていうのは見たことあるし聞いたこともあるんですけれども、ターゲットがエステは女性だけのものっていう概念を取り外して男性もありだよねって言ったら、男性の市場が単純に増えることになりますよね。なので新しい市場の創出っていうのはちょっとずらすっていうこととか、まあ、あと時間帯をずらすもちょっとずらすだし、まあ、もしかしたら女性から男性っていうのはちょっとっていうか人を変えたっていうところで言うと、まあ、案外大きいのかもしれないんですけれども、自分が今ターゲッティングをしている人と違う人に同じ商品を販売したらものすごく売れちゃうことっていうのはあるんですよね。それはその商品の特徴がベースでいいものを持ってるっていう時の場合です。で、逆にゼロから何か作ろうかっていう時も、基本個人事業主の、しかも教室の先生はあまり大博打は打たない方がよくって、例えば自分の持ってた講座の人気講座だったりとか、まあ、世の中のね状況とかを調べて人気になってるような講座があるじゃないですか。で、そのなぜ人気になってるのかっていうのは調査する必要がありますけれどもね、時代のトレンドをちゃんと捕まえてる場合もあるし、その先生の魅力で成り立ってる講座とかもあるので、もしもその先生の魅力で成り立ってる講座を真似しようとしたとするじゃないですか、内容的にね、その先生の魅力がたくさん詰まったものを真似するっていうのは結構自分のキャラクターと近くない時にはすごく難しい、難易度が高いものになります。なのでキャラクターの方じゃなくて、まあ、商品力で売れているようなケースっていうのも当然ありますよね、商品サービスの。で、それをやる時にはその商品サービスの特徴を自分で理解はする必要はあるんですけど、全くゼロから作る必要はないということなんですよ。何かお手本になるものを作りながらちょっとだけずらすっていうことですね。これをするとそもそも売れるっていう道筋ができていて、ちょっとずらすので売れやすいんです。ただ、さっき言ったように個性豊かな人が作っちゃってて、その人がやってるから売れるような講座を真似してもずらしても売れないです。それはその人の個性で売れているようなケースがあるからですね。これは見極めないといけないっていうのはありますけれども、全面的にゼロから作るんじゃなくて少しずらすっていうことで商品化できる商品も結構たくさんあるし、すでにそういう商品を持っている方っていうのも結構多かったりします。なので皆さんがすごく大変だ大変だって気がね重くなったりする理由っていうのはゼロから作ろうとしているからだと思います。なので基本は少しずらすっていうのも一つのアイデアとしてお伝えします。で、2つ目は掛け合わせですね。まあ、これは新しい講座を作る時がまあ一番多いんですけれども、その商品の特徴がありますよね。で、私の個性とかがあって、お客様が求める世の中のニーズっていうのを、大体これを掛け合わせていくんですけれども、その掛け合わせの数が多くなったり特徴が多くなっていけばいくほど、特殊な講座ないしは、特徴のある唯一無二のものにだんだんなっていくんですけど、あまり掛け合わせすぎて普通の人も手が出ないような内容になっちゃうと、掛け合わせ失敗になってしまうので、程よい感じの希少価値が高くなるけれども、めちゃめちゃ希少価値が高くなりすぎて手が出なくなるほど大変な状態までにはしないということですね。
で、掛け合わせると自分が思ってもみなかったサービスとか商品とかを作っていくことができたりとかします。まあよくね、で事例に出されるものとかがあると思うんですけれども、カメラと電話が一緒になったからスマートフォンとかができていたりとかしています。はい、まあ、ガラケーっていう、その前にガラケーっていうものはあるんですけれども、まあ、さらにそれが進化したのがスマホではありますけれども、そのスマートフォンの、まあ、ベースになっているのは電話とカメラを2つこうやって持ち歩くと邪魔で重たいよねっていうところから、もともとの発想はあったっていうのは、何かの歴史を見るときにね、聞いたことがあります。それって普通は一緒になるって思わないじゃないですか、本来は。だけど掛け合わせてめちゃめちゃヒットしたっていう商品にもなります。なので教室業の場合も、私が掛け合わせてうまくいったものは写真とパンですね。パンを教える、写真を教える、でこの技術両方あると、終わった後写真撮ってもらう写真が綺麗になるから、みんなに自慢できるじゃないですか。だからこれはもともとあるなぁと思っていたし、10年前の時点でですよ。で、実際に時間効率的にもいいんですよね。パンって発酵が入ってしまうから、発酵の間講義を教えていても、まだそれでも時間が余っちゃったりする時があるんですよね。そうすると写真のことを教えてると、まあ、発酵時間ってただ待ってるだけですから。その間に覚えると、出来上がったパンをきれいに撮ってもらえると、私にとっても一石二鳥なんですよね。結局その素敵に撮ってもらえる写真によって SNS でアップしてもらえれば、まあ、どこで習ったんですかって言われた時のネタにもなるから、ご本人の独学であんまりうまく撮れない写真で SNS アップされるよりは、綺麗な写真でアップされる方がいいわけですよ。で、そういうふうに撮るって決まってると、当然私の方もスタイリングとかね、さっとやってあげて撮ってくださいっていう状況を作っていたりとかしてましたので、これはたまたま私が写真の知識を持っていて、自分も写真をものすごく撮っていた人だったから、まあ思いついたし、写真をやってる人が、パンを教える確率よりも、パンをできている人が写真を教える確率の方が、まあ多分やりやすいです。はい。写真の人がパンを覚えて教えるのは結構大変だと思うんですよ。だけどパンの人が写真を教える方が、プロカメラマンになるわけでなければハードルは低いんですよね。そちらの方が簡単な操作とかいうレベルのところだけだったらですよ。写真も当然深くやってったらやんなきゃいけないから大変なんですけれども、簡単なところであればね、はい、いけるかな。ただ写真の人がパンを覚えて簡単なところだけならねっていうのは、やっぱり結構しんどいと思いますので、逆の方が楽だと思いますね。なんでこれも掛け合わせでうまく、人が喜ぶような講座で、人気になる講座を作ることができるっていう、まあ、きっかけっていうか考え方は掛け合わせっていうの、これ2つ目です。で、3つ目は楽になることっていうのは、自分もさることながら、お客様がですね、基本楽になることを考えてあげると、まあ、喜ばれるっていうことになりますよね。その内容がどういう内容かは別としてですよ。楽になることっていうと、例えば私の7つの天然酵母のクラスっていうのは、楽になる方向で作った講座ではないんですよ。バラエティのある、天然酵母の、安定して作れる自家製酵母の方じゃなくて天然酵母なんですけど、それの扱い方、酵母の起こし方と、あとパンのレシピの作り方、これを何箇所も回って覚えるのは大変ですよねっていうことで、一箇所で教えますよっていうコンセプトで、もともとは作ってるのが7つの天然酵母なんですね。これは、まあ、どこを楽にしてあげてるかっていうと、何箇所も回んなくて一箇所で覚えられるよねっていうのが楽にしてあげてるところです。ただこの講座は、その楽になっている利点よりも、そのパンの成形の特殊性だったりとか、
酵母の扱い方を習ってレシピの配合を自分で考えられるようになるっていうところが教えてもらえるっていうのがちょっとだけマニアックな内容になっていて、それを好む人が一定数いるのが分かっていたので、まあ、やっている講座ではあるんで、楽になるところがあるっていうのは、たくさん回らなくても知識を得られるのかなっていうのは、まあ楽になってるかなと思うんですが、劇的にっていうほどではないですね。それよりも楽になることっていうので考えて作れてるっていうのがテトパンのクラスでしたね。当時は本当にテトパンだけを教える講座を持っている、だけっていうのがコース制ですよ、単発じゃなくて。コース制でやってるところってほとんどなくて、でその人たちにとっては、まあ、パンのバリエーションを増やしたいんですよ。あと冷凍パンは確かに売ってるんですけど、高くて冷たいですね、冷凍だから。なので、焼きたてのパンを食べたいっていう要求と、あと食費を抑えたいので、まあ自分の家で作りたいっていう、まあ大体この欲求があったので、私が例えばその作り方を教えると、粉代だけで作っていけるじゃないですか。だけでっていうか、まあ酵母とかそういうのは必要なんですけど、コツが分かれば宅急便で冷凍のテトパンを取り寄せるよりはるかに安く、まあ、一番の希望のね、焼きたてのパンが食べれるっていうのも願いが叶います。で当然外から買わないっていうことは家計にも優しくて、テトパンの粉って結構高いんですよ。でそれで、まあ、自分で作ると、まあ、1個あたりの単価はぐぐっと下がるのと、あとその私が使っていたテトパンの粉っていうのが、それで作ったパンをね、冷凍にすると1ヶ月ぐらい持つんですよ。だから普通のパンの冷凍よりも全然持ちが良くって、でそれを、まあ、作る技を覚えると、まあ利便性も高いですよね。解凍して、常温解凍がいいんですけど、まあ、解凍して放置しておけば解凍されて、ほぼ焼きたての時とちょっとだけ軽く温めると、焼きたての時とね、あまり変わらない味わいなんですよね。他のパンとかね、やっぱ劣化する感じです、一回冷凍かけて解凍すると。でもね、低糖パンのプレーンはその時パンデスマートっていう粉を使ってたんですけど、ほとんど劣化しなかったですね。だからそういう意味では、毎回毎回作るってことをしなくても、美味しい焼きたてに近い状態の味のパンを食べれるっていう、まあ楽になるっていうことですよね。注文も当然しなくていいわけで、たくさん作っておいて凍らしておいても、そんなに風合いとか味が変わらないっていうことであれば。なのでリニューアルの時に考えたい、今3つ目が楽になることっていうのは、お客さんがそれって結構大変だよねっていうのを本人が気づいてない場合もあるんですよ。本人が気づいてない場合は、それを気づかせて、こうこれをね、習うと楽になるよ、金額もね、安くパン食べられるよっていう、そのメリットが強かったので、そんなに頑張って宣伝告知をしなくても、口コミで広がっていって、習いに来た人が友人に言って、また友人が来るんで、その友人がまたそれを聞いてくるみたいな雰囲気だったんで、低糖パンのクラスはそんなに必死に集客はしなくても集まってましたね。はい、そこはやっぱり習いに来る人にとってのメリットが大きい講座だったからっていうのはあります。はい、ということで新しい講座を作る時の、まあ、実例を含めながら、いろいろと考え方をお伝えしました。はい、で最後まとめていきたいと思います。教室レッスン、新しい講座を作る時にアイディアをどのように生み出すのか、3つのヒント。1つ目、少しずらす。2つ目、掛け合わせを考えてみる。3つ目、お客様が楽になることを考えてみる。ということで、この3つをヒントに考えてみていただけると、ゼロからうーんってうなりながら考えるよりはだいぶ楽にいけるんじゃないかなというふうに思いますので、頑張ってください。それでは。